Happy birthday to you!ママが見えますか？はい、皆様この間はライブを見に来てくれてどうもありがとうございました。すごい楽しかったです。またやりたいと思います。まだ早口言葉なので本当に早口だ。ちょっとママ急いでるんですよ。なんでかって言ったらでクリスマスが終わった後は今度は純の誕生日なんです。そうですよ。今日28日で純が昨日の夜来てで、ママ待って、ね、カード見せていい？いいよ。12時になったらカードを書いてるらしい。12時になったらね、もし起きてたらハッピーバースデーって普通言ってあげるんですね、うん、次のママに。でもママ忘れてたんですよ。昨日一緒になんかなんだっけ、あのアリス・イン・ボーダーランっていうテレビシリーズを見てて、ですごいインテンスだったので、もう本当にジュンがどうして今家にいるのかさえ忘れてしまっていて、ハッピーバースデーって言ってあげなかったんですが、今日起きてっていうことを思い出してちゃんと言いました。じゃあカード見せよう。持ってやるよ。あ、ちょっと待って、かわいいね。ね、ほんとかわいい。これあ、見てよ。うん、かわいいね。はい、このね 2.5 キロぐらいのローストビーフ用の肉に塩、コショウをします。赤？これちょっと黄色もつけてみか。でその次に胡椒をたっぷり。でね、これを少し真上の方を焼いておくそうですね。ガーリックを潰して、もうなんか皮付きのまま入れてましたね。ジェイミー・オリバーの見てるんですけど、ちょっと外せた。でもね、焦げちゃうのでね、もしかしたら皮付きのままの方がいいのかもしれませんよね。わざとなんかチキンを焼く時でも皮は取らないんですよね、ガーリックの焦げないようにね。もしかしたらこうやってわざとつけてるのかもしれませんね。こういうパーニップとか人参とかガーリックとかをまず炒めるそうですね。ビーフの油が出て美味しそう。よいしょ、ここに置いていった。よいしょ、でこれで、ね、最後に肉をこうやって上から入れて、ちょっともう一回やってみて。このケーキは？このケーキ、それが絵が終わったらやろう。生クリーム泡立ててね。お腹すいた？で食べたら昨日のご飯とね、このだって結構1時間、2時間、本当に2時間ぐらいかかる。これ見て、すごくない？でも朝ごはん食べてますから。え、でもママもう食べたよ。あのご飯の味噌汁かけて、
い、これをね、オーブンに入れますよ。アダプター、ママね、そのレンズすごい高いの、ソニーの。だからでも、あのアダプターを買ったらママの持ってるキャノンのレンズも使えるって書いてあったのね。で、アダプターシグマの買ったの。オートフォーカスができないの。動画のオートフォーカスができないの。はい、ちょっとね、失敗したスポンジなんですけれども、ちょっとあの、なんですか、生クリーム塗っていきますね。本当にね、ちょっとレンズ変えます。このレンズ良くない。はい、レンズを変えました。レンズを買っ、これ 50mm なんですけども、 50mm だとすごくこうやってフォーカスがすごく綺麗で、デプスも周りが汚いのが気にならないぐらい。もうね、今ローストビーフを作りながらこれを作ってて、ローストビーフ見ますか、もうよだれが出るぐらい美味しそうですよ。ほら、ジュルンジュルン、見てください。ダラーンダラララーン、レンズが曇った。あ、すごい美味しそうな匂い。はい、これね、さっと、絶対硬い方が綺麗には塗れるんですね、生クリーム。でもね、生クリーム固くなっちゃうとバターっぽくなって本当に美味しくないんですよ。だからこういう七分立て、もう私は本当に六分トロントロンが好きで、だから見かけは良くないんですよ、お店で売ってるのよりね。でも味で勝負ですね、これは。本当に美味しいですよね。タン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 タタタンって、今日はね、キウイで挑戦してみようと思います。お肉だめのポトンポトンポトンと入れて、ポンポトンポトン、いつもバナナなんですけど、今日はちょっと変えてね。これもね、昨日すっごくうまくいってたんですけど、なんかね、上がちょっと焦げてきてしまって、焦げてっていうか黒くなってきてしまったので、ちょっと開けちゃったんですよね、オーブン。本当に最大のミステイクを起こしてしまいました。なのでちょっとへし上げてしまいましたね。絶対オーブン開けちゃいけませんね。本当にそうですよね。まあね、まあ、ああ、よいしょ。でもあのアリスのは面白いですよね。なんかちょっと考えさせられますよね、現代の、ゲームばっかりするね、社会。こうやってね、ちょっと本当に柔らかめだから綺麗には塗れないんですよ。でもこの方が美味しいので、でいつもこういう感じで作ってます。本当にこの六分立てっていう、七分立て七分立て美味しいですよ。すごい生クリームがとろっとろでね、特にこの数時間後食べるのでね、モイストになってるので、このスポンジも今ダディがバナナとイチゴを買ってきてくれてるので、上にとりあえずイチゴを乗せて、バースデーケーキ、バースデー、あ、なんだっけ、ショートケーキっぽく。はい、そろそろ1時間20分ぐらい経つので出しますね。大きいお肉なので30分から40分は休ませなければいけないので、とりあえずお肉はね、焼くとの真ん中にギュッと、あの、その美味しい成分、そのジューシーな部分が固まっちゃうそうなんですね。
で周りがちょっとファサファサになっちゃうので、それを全体的にそのジューシーさを行き渡らせるためにチキンでもそうなんですけど、そのビーフでもね、中のジューシーな部分を外に行き渡らせるためにこうやってホイルで巻いて、でちょっと休ませます。で今からヨークシャープリングなんですが、卵2つに牛乳を100ミリ、これを混ぜて焼くだけなんですって。ヨークシャープリングはね、マフィンの中にこうやって、あれは薄すぎたかな、初めて作るんですよ私、だからよく本当にわからないんですけど、こうやってスプラッシュしてだよ。ママこんなにやり方するの初めて知った。20分ぐらいやったんですって。で今ね、今はねローストポテトとグレービーを作ってます。何これ、これで合ってるのでしょうか、ヨークシャープリンとは。なんかヨークシャープリンがねすごい不健康だって聞いて、どうしてだろうと思ったら、こういうわけなんですね。油がいっぱいだからね、不健康って。失敗、うん、やった、失敗、ね、失敗じゃないんだけど、すごい油がいっぱい。なんかヨークシャープリングっていうのね、イギリスではなんだっけ、ローストビーフと一緒に食べられるらしいんだけど、みんなね、なんか結構不健康だから好きじゃないっていう人が多いの最近は。ああ、なんでだろうと思ってたのね。すごい油をすごい使うの、だからなんだろうね。なるほど。何がでしょう。クリスマスできなかったから、クリスマス気分を味わって、味わえたらなぁ、自分がね。どんくらい切ればいいの。あ、それでいいよ、もう切らなくていいよ、それだけで。それでボンボンと上に乗っけちゃおうよ、うん、ありがとう。はい、これがローストポテトとブロッコリー。いいよ、つまみ食いってこと。ジュニ、みんなに一言、うん、どう最近の調子は。ジュニ疲れてる。あ、本当に。なんで。もう1週間、1日4つぐらい作ったの。あ、1週間長いか。ジュンはね、頑張ってるんですよね、動画。動画見てください。これ切らなきゃいけないんだけど。なんで、こんなのあるじゃん。いや、それがその椅子なんだよ、知ってる。できるかな。あはい、このローストビーフを切っていきますよ。よし。なに？ポテトとブロッコリーさ、うん、冷たくなっちゃってる。あ、本当に？チーズ？はい、カメカメちょっとね、やばい、飲ませて。 You need to come a bit closer. はい、オーケー。え、デザートそれ。違う違う、一緒に食べるの。あ、そうなの。そうなの。このチャイフォンに食べるやん、キリエッパイチャイフォンに食べるやん。
Kazu, where are you? Oh, here! Get over here! Leah? What do you want? Leah? はい、行くよ。電気消すよ。みんなで歌うんだよ。あ、そうなんだ。Kazu, where are you going? 見える？ 3、2、1。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jun Jun. Happy birthday to you. Skill. What did you wish for?It's a secret. It doesn't tell people what you want. If you say it, it doesn't come true. はい、ジュンジュンのプレゼントは何が入ってるかな、何かな。